ミカエル・ロドラ、ミカエル・ロドラ、マイケル・ロドラ、1980年5月18日イ、は、フランス・パリ出身の男子プロテニス選手。ダブルスの得意なサーブボレースタイルの選手として知られる。自己最高ランキングは、シングルス21位、ダブルス3位。ATP ツアーで、シングルス5勝、ダブルス26勝を挙げた。身長190センチメートル。 体重8 0ラム、左利き。フランスのメディアでは、ヨドラと発音している。ダブルスで4大大会優勝3回、マスターズカップ優勝1回、ロンドンオリンピック男子ダブルス銀メダリスト。6歳からテニスを始め、1999年にプロ入り。2002年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップフランス代表選手となり、 ダブルス戦で活躍を始める。2002年から2004年までの3年連続で、ロドラは8歳年上のフランスの先輩選手、ファブリス・サントロトペアを組んで、全豪オープン男子ダブルス決勝に進出した。2002年全豪オープン男子ダブルス決勝では、ダニエル・ネスター、マーク・ノールズ組に6から7、3から6で敗れたが、 翌2003年全豪オープン男子ダブルスでは2年連続の決勝対決となったネスター・ノール組を6から4、3から6、6から3で破り、4大大,大会男子ダブルス部門で初優勝を飾った。2004年全豪オープンではロドラとサントロの組はブライアン兄弟を7から6、6から3で破り、男子ダブルスに連覇を達成した。しかし、二人は、 同年の全仏オープン男子ダブルス決勝で、オリビエ・ロックス、グザビエ・マリス組に5から7、5から7で敗れてしまう。この全仏オープンでは、2人のペアは準々決勝で、ネスター、ノールズ組、準決勝で、ブライアン兄弟と、競合ペアを連覇して勝ち上がったが、地元全仏での男子ダブルス優勝を逃した。同年のアテネ五輪でも、ロドラは、 フランス代表選手としてサントロとペアを組んで出場し、男子ダブルス1回戦では、全仏決勝で苦敗を舐めたベルギー代表のロックス、マリス組を破ったが、準々決勝で、クロアチアのマリオ・アンチッチ、イワン・リュビチッチ組に6から4、3から6、7から9の逆転で破れた。2005年の男子テニス年間最終戦テニス、マスターズカップ決勝で、ロドラとサントロの組はリーン・イン・ダー・パイス。 ネナドジモニッチ組を6から7、6から3、7から6で破って初優勝した。しかし、抜群の相性を誇ったロドラとサントロは、この2005年テニスマスターズカップ優勝を最後に、ペアを解消する。2006年からロドラは、同じフランスのアルノー・クレマンと組んで、試合に罰することが多くなった。2007年ウィンブルドン選手権でロドラとクレマンは、 初めての男子ダブルス決勝で、ブライアン兄弟を6から7、6から3、6から4、6から4の逆転で破り、初優勝を決めた。ロドラにとっては、2004年全豪オープン以来3年ぶりの4大,大大会男子ダブルス3勝目になる。二人は2008年全豪オープンでも、男子ダブルス決勝に進出したが、アンディラム、ジョナサン・エルリック組に5から7、6から7で破れ、 ロドラは4年ぶり3度目の全豪男子ダブルス優勝を逃した。同年の北京五輪でロドラとクレマンは男子ダブルス準決勝でシーモン・スペリン、トーマス・ヨハンソン組に6から7、6から4、17から19で競り負け、3位決定戦でもブライアン兄弟に6から3、3から6、4から6で逆転負けを喫し、男子ダブルスのメダルを逃した。 デビスカップ2010決勝のセルビアでは、クレマンと組んだダブルスで、ビクトル・トロイツキ、ネナド・ジモニッチ組に逆転勝ちしたが、2勝2敗で、迎えた最終戦のシングルスで、ロドラはトロイツキに完敗し、フランスは優勝を逃した。2011年は、ジモニッチとのペアでダブルス4勝を挙げ、自己最高のダブルスランキング3位を記録した。 2012年7月のロンドン五輪で3度目の五輪に出場した。ジョーイコールウィルフリード・ツオンガと組んだダブルスに出場し、準決勝でスペインのダビド・フェレール、フェリシアーノ・ロペス組に6から3、4から6、18から16で勝利し決勝に進出した。決勝ではブライアン兄弟に4から6、6から7で敗れ金メダルを獲得した。シングルスでのロドラは、 2004年全仏オープンと全米オープンの2大会で4回戦に進出した。敗れた対戦相手は全仏オープンがティム・ヘンマンで全米オープンはヨアキム・ヨハンソンだった。2008年のシーズンは久々にシングルスでも好成績を出し全仏オープンで2度目の4回戦に勝ち残った。4年ぶりの全仏4回戦でロドラはエルネス・ツグルビスにストレート負けした。 2011年ウィンブルドン選手権男子シングルスで、ウィンブルドンでは初めてとなる4回戦に進出したが、優勝したノバク・ジョコビッチに3から6、3から6、3から6で完敗した。ロドラは2014年に現役を引退した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。